ビルジニオファさんは、イタリア海軍が採用した、フレム計画のカルロ・ベルガミーに旧フリゲートの2番艦。同級の中では対戦型として建造される。艦名は、第二次世界大戦期に、ドイツ軍と戦い戦死したビルジニオファさん三島技術総長に、由来し、この名を受け継いだ、イタリアの艦艇としては2代目にあたる。ビルジニオファさんは、 フィンカンティエリ社のリバトリゴソ造船所で2009年9月12日に寄港し、飛行し2012年3月31日に、浸水2013年12月19日に収益する。浸水式では、国防参謀総長ビアージョ・アブラテ陸軍大将と、海軍参謀総長ルイージ・ベネリマンテリ海軍大将及びフィンカンティエリ。 社のジュゼッペ・ボーノ・ジョームが隣席の下で挙行され、ラスペツヤに母校を置く。2013年12月19日の収益以来、第二海軍グループに属している。2015年10月には、地中海を航行していたアフリカ難民を救助している。ありがとうございます。